TGT どうも、サイガです。ということで、青木くんでーす。青木くん。何するんだっけ？ちょっと、ほん、え？大丈夫、寝てない。寝んなっちゃう。ごめんごめんごめん。本日はですね、人間って思い込みの力ってすごいんですよ。人間の思い込みの力はどこまで通用するのかをね、検証していこうと思います。このレモンは思い込みの力で甘くなるのか。意味を知る。カムカムレモン。レモンだもん。あ、レモンか。いっぱい汁が出たんだ。ちいっぱい出ちゃった。今から青木が俺の横でこれはレモンは甘い甘い甘いと言い続けたら本当に思い込んで甘くなるのかね、やっていこうと思います。甘いぞこれ。見合ってみろ。すっごい甘いだろ。酸っぱく見えるだろ。あ、じゃ酸っぱくそうに感じるよ。これすごいいい匂いする。甘いじゃん。うん、甘いかこれ。甘いかもね。甘いぞこれ。ちゃんとして、ちゃんと洗脳して俺のこと。甘くねこれ。めっちゃ、あれ甘い、すごく甘くね。え、これめっちゃ甘いやん。うん、ちょっと食べてみて。え、ちょスイカみたい。めっちゃ甘い。いただきます。さあ次はスリッパです。今からこれ叩かれても気持ちいいっていう感覚に俺にさせて。気持ちいいよこれ。ほら気持ちよくね。うん、気持ちいい。これ叩いても気持ちいいね。うん、気持ちいいぞこれ。おお、これこれ痛い。痛いよ。次はドッグフード。さあこのドッグフードをね、最高の肉料理だと思いましょう。くっそ、くっそ、うわやばくない。僕臭い。この最高の肉料理だと思って俺も洗脳してください。イタリアンレストランから出た。おう、イタリアンレストラン。あ、違う、大分県豊後牛。懐かしい味もして油がしっかりついた最高の一品となっております。ぜひ食べてください。美味しいですこれ。おへぇ、黒毛並み。え、じゃあちょっといただきます。口の中がもう、口の中がもう、